ど。すごい爪をしてるって本当ですか？鋭くて長くて化け物を簡単に倒せるって。本当に知りたい？知りたい。んじゃ、よーく見ててね。アメちゃんだ。これあげるよ。君たちの思うようなすごい爪はないけど、アメならたくさんあるからね。どう？全然怖くないって言ったでしょ。ありがとう、お兄ちゃん。どういたしまして。明日の獅子舞見に来てね。絶対行く。バイバイ、お兄ちゃん。クンクン、君の匂いは強者の匂いけど、不思議な感じ。悪人ではなさそう。君が例の漂白者だね。すごいお客さんが来たって聞いてたんだけど、やっとこうして会えたね。僕は林陽、会えて嬉しいよ。この先も輝かしい未来がありますように。君、やっぱり特別だね。握手したらもう友達だよ。随志団は大規模な獅子舞をやるんだ。だから僕はこうして宣伝をしてる。随志団は獅子舞を披露する劇団の名前さ。そして獅子舞は今週の伝統儀式の一つ。今週の伝統儀式はよりどりみどり。例えば。ごめん、一日中稽古してたからかな。ちょっとお腹が空いちゃって。そうだ、一緒にご飯を食べよう。もちろん僕のおごりで。食事しながらいろいろ紹介するのも悪くないね。美食でおもてなしするのは今週の礼儀の基本中の基本。君も絶対好きになると思うよ。でも今はちょっとやることがあって、獅子舞の依頼がいろんな人から殺到しちゃって、明日の儀式と一部かぶっちゃったんだ。獅子舞は今週の人にとって特別な意味のある儀式。後先考えずに断るだけじゃきっと誰かを傷つけてしまう。そこで僕は考えたんだ。もし注文の一部を何らかの形で明日の獅子舞で実現できれば一石二鳥なんじゃないかって。それに注文に合わせていろんな表現ができるのは獅子舞のいいところでもあるしね。だからお客さんがどんな獅子舞を見たいのか調べたいんだ。漂白者、君さえよければ一緒に来てくれないかな。そうだ、何かお菓子でもおごるよ。食べ歩きながら昆虫城を見て回ればいろいろと風習なんかもわかるんじゃないかな。そうすれば人の話を聞くよりももっと昆虫城を理解できるかもよ。よし、出発だ。どれどれ、一人目のお客さんはここから近いね。もしかしたら君も面識くらいはあるかも。橋を抜けたちょっと先のところだね。長寿とご健康に心からお祝いを申し上げます。祝辞がうまいね。随志団の方、こんにちは。もしかしてじっちゃんの受援の件で
予定は明日のはずよね。時間を確認しに来たのかしら。実は編隊からみんなのために大掛かりな獅子舞の注文があって、こちらの注文と時間が少しかぶってしまって。そういうことね。だからできればこの注文の要望を明日の獅子舞に取り入れて実現させたいって思ってるんだけど。うちのじっちゃんもイベントが大好物、きっと喜んでくれるよ。ありがとう。あと確認しておきたいんだけど、じっちゃんは今年で60に間違いないかな。そうよ。うんうん、わかった。じゃあ明日僕が舞台で6回回って、それをじっちゃんへの祝授にするというのはどうかな。徒兵に鎮座する獅子頭は長寿星を中心に回る、つまり寿を祝う舞踏ってこと。一周は一巡年を意味するから、これで無病息災、福寿必至さ。分かったわ。この件は私がじっちゃんに知らせておくから。よし、次のお客さんは確か若いカップルか。おめでとうございます。あ、リンヨちゃん、どうぞどうぞ。私たち式で配る飴を用意してるの。はい、これはあなたの分。それとこちらは。二人ともありがとう。で、今日は前に注文した獅子舞の件について少し説明しておきたいことがあるんだけど、検定から獅子舞の注文があったんだ。え？じゃあ私たちの注文は取り消しってこと？私たちは交流生まれだから、伝統的な獅子高校を一度試してみたかったんです。面白い手順がある儀式だよ。まず二人が獅子頭の両側に立って、獅子が口を開けたらこう、二人は手をつないでその口に手を入れる。そしたら獅子がすぐ口を閉ざす。これがこう、つまり二人の手は二度と離れないという意味だよ。お二人の望みはよく理解できたよ。生涯に一度だけのせっかくの儀式に後悔を残したくないもんね。でも強い絆で結ばれた二人なら、獅子高校にこだわらなくてもこの先もうまくやっていけると思うよ。そこで提案なんだけど、獅子が宙を舞ってドラと鼓が一気に鳴り出して花火が舞い散る瞬間、そのタイミングでお二人が約束の証を交換するのはどうかな。こんな盛大な儀式の中でちぎりを交わせるのも唯一無二の経験だと思うしね。それに大勢の観客から祝福を受ける君たちの関係はどんなことでも色褪せない、約束された未来があるに違いない。リンヨちゃんは相変わらず口がうまいね。本当は彼はもうすぐ辺境に向かいます。この儀式も兵士になりたての彼にとって特別な催し物になるはずです。翔くん、あなたはどう思う？君さえ良ければ俺は文句など一切ない。そうね、考えてみます。もちろん、よく考えてね。よし、最後の一人はこの近くだね。僕のおすすめの食堂もそのあたりにあるんだ。僕のお腹もそろそろ限界かな。早く終わらせてご飯を食べに行こう。ここだよ。旦那、獅子唐辛子が釣ってあれば千客万来、商売繁盛間違いなしだね。
ああ、林陽じゃないか。もしかして前に注文した獅子舞がようやく回ってきたか。随志団はいつも大忙しだからな、もう来てくれないんじゃないかって少し心配しちまったぜ。獅子唐辛子も買ったんだ。開業の日で獅子に食われる瞬間を待ちわびてるぞ。旦那、実は変帝の方が。話ならもう聞いた。あっちで手一杯だから、うちの依頼は無理ってか。そうだけど、せめてこの儀式でできる限り獅子唐辛子の要素も取り入れて旦那の商売に。なあ、心配しなくて大丈夫だ。あんたたちは自分の仕事に集中すればいいって。店のことは気にすんな。ところでこの人は。また友達ができたのか、林陽は。ほれ、これを食ってみな。うちの新作だぞ。食べてみようよ、漂白者。僕のおごりでいいからさ。旦那の腕は一流だからね。町に手っ取り早く馴染む方法は町の美食を知ることだ。旦那、これ会場でみんなに食べてもらおうよ。美味しい食べ物があれば絶対盛り上がるって。それにこの店のためにできることをやりたいし。そうか、そいつはありがたいな。ただ。ただ？あんたたちは知らないかもな。最近外でチリンタランジュってやつが暴れてて。チリンタランジュ？そうだ、なかなか面白い名前だろ。でも実はとんでもない悪党なんだぞ。獲物を狩るときにチリンタランって音がするからこんな名前が付けられたって話だがよ。牙が人の腕ほど長くて、どんな獲物もちぎる鋭いかぎ爪もあって。違う、チリンタランジュはこんなんじゃないよ。あいつは友達なんだ。しかし参ったな。俺の新作には特別な食材が必要なのに、今じゃあのチリンタランジュのせいでどんな肉も満足に仕入れられねえ。他に方法はないのか。最後の仕入れ先は野獣団って追放者グループが掌握している。あの連中はチリンタランジュと意思の疎通ができるからいくらか食材をもらえるって話だ。でも相場の5倍以上の価格なんだよ。とんだ詐欺野郎だぜ。開業前のうちにあんな大金一体どこで用意しろってんだ。だから新作といってもしばらくは提供できないってわけよ。あ、うん、大丈夫。ちょっとある依頼を思い出した。茶屋のすぐ近く。そう遠くないし急げば間に合うと思うから、お先に失礼するよ。ごめんね、漂白者。すぐ戻るから。相変わらずだな。そのうちあんたも慣れるさ。あいつはこういう性格なんだ。気ままに生きていて興味も移りやすい。でも何より人助けに熱心なのさ。日中にあいつを見かけたら大体誰かのお使いをしてるところだろう。手先が器用で力持ち、それに動きも早い。どんな仕事もこなせるからよ。
みんなあいつの世話になってんだ。でも当の本人は笑顔で大丈夫って言いながらも傷ついて帰ってくることが多いから、どうしても心配になっちまうんだ。漂白者さん、あんた見に行ってくれないか。そのうち開業したらおまけしてやるからよ。頼んだぞ。林陽の行った茶屋は居住区域にある。広場を抜けて少し進んだら見えるはずだ。行こう。人違いですよ。私は獅子舞の注文なんてしたことないし。漂白者、どうしてここに？大したことじゃないけど、ありがとね。前は変わった注文があってね、獅子舞の依頼にしては何の要望もなくて、依頼者の名前も甲斐さんだけ。ご両親が注文したっていう可能性はないの？それこそありえませんわ。用がなければ私はこれで。待って待って、甲斐氏さん、あなたにお兄さんがいませんか？どうしてそれを？僕に注文した時の声が青年男性の声だったから。甲斐さんという依頼人も合わせて考えると結論はこれしかない。甲斐氏さん、何かまずいことでも？僕は随志団の林陽、こちらは漂白者さん。僕たちを信じてください。私の兄さん海斎は1週間前から家に戻ってなくて。1週間前、ちょうどこの注文を受けたタイミングだね。最後に会った時に何か変わったことはなかったかな？私と兄さんは長い間喧嘩をしていて、家を出た時のことはよくわかりません。でも兄さんは時々郵便を送ってくれます。中身は変なものばかりですけど。これは製粉槽だね。すっかり枯れてるけど、もう匂いすら残ってない。これは獣肉か。入念に冷蔵はしてあるみたいだけど、この腐りかけた匂いは嘘をつかないね。他は？前の手紙は野獣団という人たちと絡んでいるといった話が書かれていて、それは兄さんがもし本当に悪事に手を染めてたら、私の通報で本当に逮捕されてしまったら。この野獣団、確かに変だね。チリンタラン獣の噂も奴らと関係ありそうだし。しかしどれも発送先が違うから全部調べるのは大変だな。確かに。漂白者、頭いいね君。甲斐さん、お兄さんの件は僕たちに任せてください。あの、私も一緒にいいですか？甲斐さん、兄さんを見つけたい気持ちはわかる。でも野外には危険がたくさんあるんだ。それに最近残像が大量に発生したから、いざという時に君を守れない可能性が。あ、私は大丈夫です。これでも先駆条約のメンバーですし。先駆条約のものはこんな危険なんて。でも私は。それでも行く気なら漂白者の意向次第か。腕も確かだし、同行してもらえるなら心強い味方には違いないさ。友達に危ない橋を渡らせるのはどうかと思うけど、
こんな状況だからこそ漂白者の助力が必要なんだ。漂白者さん、急なお願いなのは承知の上ですけど、どうかお願いします。本当ですか？ありがとうございます、漂白者さん。配達員はいつも同じ人でした。その人の仕事先なら知ってます。すぐ行こう。漂白者、準備できたか？はっ！いや、隙だらけだ。この近くにいるはずです。待って、今声が。あそこだよ、いたずら猿に囲まれた人が。これも音の力だ。渦が同調、優秀。行くぞ。引け。この光で。ふう、助けてくれてありがとう。怪我はない？ああ、平気だ。逃げるだけなら簡単にできたのだが、荷物を捨てるわけにはいかないからね。荷物の仕分けなら毎日行ったが、直接配達を頼んでくる人はさすがに少ないね。そんな人がいたら絶対に忘れない。僕たちは失踪した差出人を探している。知っていることがあれば教えてほしいんだけど。君たちは命の恩人だ、何でも答えるよ。ああ、これは知らないね。そう？でもルートを考えると君のところから直接届いたはずなんだけどね。それは何かの間違いでは？うん、そうだね。じゃあ質問を変えてみよう。チリンコロンジュ？確か最近やたら噂になってるあれか。チリンタランジュじゃない？名前はどうでもいいだろう。何にせよ人に害をなす獣に変わりないんだから。何でも長い牙と鋭い爪を持っていて、獲物をいとも簡単に引きちぎるとか。しかし野獣団という追放者たちはあんなものと交流できるだなんて。だから近所の人たちはチリンタランジュが自分らを襲わないようにしてくれってあの人たちに金を払ってるって話だよ。恩人さん、俺が知ってるのはこれくらいだよ。ありがとう。でも最後にもう一つだけいい？あの野獣団、もしくはチリンタランジュはどこで活動しているのか知ってる？俺たちにも掟があるんだ。客の情報は一切漏らせないけど、俺が知ってるのは例のチリンタランジュが山の中腹、折れた大木があるキャンプの近くでうろうろしてるとか。監視塔からも結構見れるし。なるほど、お疲れ様、ありがとうね。恩人さん、余計かもしれないが、あの獣は本当に危険だ。あんたらくれぐれも気をつけてくれよ。それに一匹だけじゃないって話も。分かった、本当に一匹だけじゃなかったら面白い話になりそうだけどね。何も分からなかったですね。ああ、少なくとも野獣団とチリンタランジュは何かしらの関係を持ってるってことは分かった。それにあの配達員の表情、情報を伏せたのは
何かに対する恐怖があるからに違いない。でも情報は確かにあった。チリントラン獣の居場所とか。え、野外キャンプはこんなにたくさんあるのに一体どう探すというの？まあ僕についてきてよ。こういうのは観察が大事だからね。山の中腹、監視塔から見える範囲、折れた大木、これだけの情報で十分さ。この先に違いない。みんなで手分けして探そう。でも見つからないようにね。捨てられたキャンプか。ここで泊まったのは野盗やギャングの類ではないようだね。折れた大木、この近くだね。もう少し進んでみよう。お、今のは人の声、山の方から聞こえた。行こう。僕は避けて、それとできるだけ音を立てないように。前の件は？さすがはボス、チリンタラン獣の噂かなり聞いてるぜ。本当に見つけました。静かに。前の陥木見えたか？僕の知ってるあの陥木はこんな開けた地面では生えない。明らかに人の手によるものだ。ひょっとしたら罠が仕掛けられてる可能性もある。まずはここで奴らの話を聞いてみよう。それにあの新入り、癖はともかく仕事には熱心なこった。来るなりチリンタラン獣の件を聞き回ったのだけは気に食わねえがな。そんなに知りたければ勝手にしろってんだ。それに何かあれば片付ければいいだけの話だ。ボス、今度の相手は手強いぜ。チリンタラン獣の話はさすがに信じないだろうから。信じないとな？だったら野郎どもの出番だ。信じさせるんだ。さすが、やっぱりボスは大人げねえ。お前はまだ分かってないようだな。本当に怖いのはチリンタラなんちゃらなんかじゃねえ。まあいい、今回は俺も顔出してやろう。行くぜ野郎ども、ついてこい。はあ、もう行きましたか？いや、まだ近い。奴らの呼吸音もまだ聞こえてくる。警戒心は強い方みたいだね。でも野獣と名乗れるほどのやつじゃない。よし、完全に離れた。中に入ってみよう。これは兄さんの端末。そんな、兄さんがこんな悪党と一緒に。カイシさん、君のお兄さんはどんな人だった？少し怖がりで何事にも考えすぎる癖があって、でも根はいい人なんです。私にも優しくて。あのね、カイシさん、耳と目だけじゃわからないこともあるんだよ。そういう時はね、心で決めるんだ。真実はただ受け入れるだけのものじゃない。自分で考えて探して、それでようやく見つけられるんだよ。わかりました。
漂白者、何か手がかりを見つけたか。災害の死の少し大きい牙だね。確かに大きい方だけど、これでチリンタラン獣の実在を裏付けるつもりかな。噂を広めてみんなの生活を脅かすだけじゃなく、こんな質の低い食材で大金をせびるなんて。うん、僕も同じ気持ちだよ。それでも今はカイサイさんを探すのが先だけどね。それに野獣団の動向をつかまないと。奴らは一体何を企んでいるのか。さっき聞いた話によると、また次の被害者が出るかもしれないし。うん、そうしよう。野獣団の連中は警戒心が強いみたいだけど、野外ならそれ以上に僕の力を発揮できるからね。君が一緒なら僕も安心して戦えるからね。何かあったらすぐに呼ぶからね。うん、君もね、漂白者。この端末はまだ使えますね。兄さんが残した情報があるかもしれません。やってみます。ありました。すまない、カイジ。俺がお前の夢を壊してしまった。お前の言う通りかもな。俺はただの自分勝手な臆病者だ。それでもお前のためにやれることをやりたい。じゃあな、カイジ。お前のために俺はチリンタランジュを殺すんだ。兄さん、私が先駆条約に入ったからです。兄さんはそれに強く反対していて、それでも私の夢だったんです。だから喧嘩になりました。あ、私にも分かりません。そんなこと一言も言ってくれなくて。いや、これはチリンタランジュだわ。この鈴の音、聞いたことあります。少し前、任務に向かう途中で残像に襲われました。逃げる気力すらも尽きかけた時にこの鈴の音が聞こえて、その後のことは覚えていません。そこで記憶が途絶えました。ただ覚えてるのはその鈴の音が聞こえたこと。逃げても逃げてもその音は追いかけてきて、私が森を出るまでずっと聞こえていた。もし逃げ切れなかったら、あの獣に食われていたかもしれません。だから、そうです、チリンタランジュに決まってます。はい、あなたが一緒なら。行こう。漂白者、合図したばかりなのにもう着いたんだね。野獣団を尾行していたら、カイサイさんの行方が分かったんだ。鈴の音、なんとなく聞こえたけど、
そこまではっきりとは聞こえなかったかな。今はカイサイさんの話をしよう。前にキャンプで聞いた話覚えてる？ずっとチリンタランジュの情報を聞き回っていた新入りの話。それでさっき尾行していた時に連中が彼を深い洞窟に向かわせたって聞いたんだ。鈴の音は私の妄想じゃありません。チリンタランジュはおそらく洞窟の中に住んでいます。チリンタランジュか。あんな大柄なやつ洞窟なんかに住めるのかな。でも確かに危険な匂いはするね。これまでの推測が正しかったらあの新入りはカイサイさんの可能性が高い。そして彼は今危険な状況にさらされている。漂白者、君の力を信じてる。だからごめん、これ以上君を危険にさらすのは不本意だけど、カイサイさんを少しでも早く助けたい。ここはもう一度僕に力を貸してくれないか。そうだね、家族が待ってるからね。私も行きたいです。兄さんはこの中、私も早く見つけたくて。カイシさん、兄さんと再会したい気持ちはわかる。でも洞窟の中は暗くて狭い。何に出くわすかもわからない。僕もせいぜい自分の身を守るくらいしかできないんだ。それに君にもう一つ大事な任務を任せたい。すぐに戻ってここでの出来事を今順位に教えて救援を呼ぶんだ。でも私はもう逃げないって決めました。カイシさん、先駆条約のメンバーである君なら本当は分かってるんでしょ。自分が置かれている状況に基づいて正確な判断を下す必要があるということ。逃げるのは必ずしも臆病なことじゃない。僕と漂白者を信じて君の兄さんを連れ戻すよ。絶対。兄さんを頼みます。あなたたちも気をつけてください。うん、さーて出番だ。いろんな匂いが入り混じってる。植物、獣、残像、それに人。でも道を探すのは得意なんだ。僕に任せて。見て、これはカイサイさんのものかな。カイシさんの話じゃこんなところに一人で入るような性格じゃないはず。でもチリンタランジュのどこが気に入らないんだろう。ここは一本道。さあ先に進もう。ここの通路は狭くて入り組んでる。暗いところに隠れてる残像もいるから気をつけて。どこにいるでしょう。
やはり出たな残像、この僕が倒せ。終焉御礼。どこにいるでしょう。一度運が舞い込めばきっとすごいことになるや。落石で先に進めなくなっちゃった。しまったな。カイザイさんはもっと奥に行ったかもしれないのに。ここか。力仕事は任せろ。進もう。どこにいるでしょう。これも音の力だ。行くぞ。これも音の力だ。漂白者、あの光ってる植物見た？野外ではあの光を目印にして道を探せるんだけど、闇に潜んでいる敵には光に照らされる僕たちが絶好の標的になる。だから長居しちゃいけないよ。普通だけど破壊力はすごい。こいつとまともに戦ったら洞窟全体が崩落する可能性があるね。思いついた。クロトゲグマは寝てる時も匂いに敏感なんだ。近くで嫌な匂いがすれば簡単に引いてくれるかも。ちょっと待ってね。あった、ミントの匂いだ。あれを使ってみよう。匂いは下から伝わってきた。面白い形してるね。まるで獅子舞の杭みたいに。よし、これでどうだ。ドンタカドン、ドンタカドン、ドンタカドンだ、ドンタカドン。ああごめん、杭の上にいる時はいつもこのリズムに乗ってるからつい口にしてしまった。獅子の鼓音。あ、イバラがこんなにたくさん。これに刺さったらさすがに痛そうだね。気流に乗って飛ぼう。
簡単には通してくれないんだね。脅迫者、一気に駆け抜けよう。ミントの匂いが強くなった。先に進もう。匂いはこのミントからだね。これで黒トゲグマを引きつけられる。疾風の力。また残像か。気をつけて。行くぞ。一気に。これも音の力だ。僕の出番だ。どこにいるでしょう。これでおしまい。どこにいるでしょう。よし、ここから出よう。一度運が舞い込めばきっとすごいことになるよ。があるね。こっちに進も全部君のものだよ。久しぶりに泳いだな。すっきりしたよ。さすがに予想外だ。いい景色だね。ここ暗いところでしか生えない植物だね。これなんか懐かしい。何年ぶりかな、あれから。おっと、もう最深部に着いたか。もうちょっとだ。今さらどこに逃げる気だ。これ外の獣から逃げてここまで来るた大した運じゃねえかてめえ。だがそれも今日限りだ。骨ぐらい拾ってやるよ。怖くねえぞ俺は。
あんたらがやった詐欺まがいの商売のこと俺は全部知ってるんだからな。もう証拠は全部外へ送った。殺されたって怖くねえぞ。この国で正義を信じる人は必ずいる。やっぱりカイシさんは考えすぎだったね。はあ、本命のご到着だな。あんたたちは早く逃げるんだ。こいつらは俺目当てに。逃げる？そんなことできるわけねえだろ。この俺を騙せるとでも思ったのか。盗み聞きだの尾行だのお前らを泳がせたのはな、ここでまとめて片付けるためだ。ぐれ、さすがボス。お前らおとなしくしてろ。やれやれ、獣のどこがいいのかな。人間をやめてまでそんなものに。野獣って名乗ってるやつなら知ってるだろう。この世界で生き残れる野獣はみんなそれぞれ特別な狩りの方法があるってな。例えば敵に弱みを見せて着実に自分の狩り場までおびき寄せて己を狩る側と錯覚させる方法さ。何？久々にたぎってきた。漂白者、手加減なしで行こう。野獣相手ならこっちも獣の流儀でしつけてやる。どこにいるでしょう。行くぞ。響け。甘い。クソが。やばいぞボス。こいつ聞いたことがある。なんでも尻尾が揺れ始めたらめちゃくちゃ強くなるって。それがどうして。あいつの尻尾もはや回っているぞ。俺だってまだ本気なんか出しちゃいねえ。野外は僕の狩り場だ。おとなしく投降する方が身のためだよ。バラバラにされたくないならな。あいつらが目を覚ましたみてえだ。ボス、ここは。もちろん。最後まで戦う？逃げるんだよ。はーい。うわ、待ってくれボーズ。漂白者、危ない。させるものか。どこにいるでしょう。すっかい。どこにいるでしょう。行くぞ。これも音の力だ。で僕がいる。心配しないで。これでおしまい。
行くぞ。これも音の力だ。響け。くっ、隙だらけだ。僕の出番だ。どこにいるでしょう。悪霊退散。ダーン。敵。行くぞ。仲間に牙を剥いた奴は一匹たりとも許せねえ。ごめんね、漂白者、こんな姿見せちゃって。ありがとう、そうしてもらえると嬉しい。助かった、ありがとう。ところで、あんたたちは？カイシ、俺のことを心配してたか。彼女は今どこに？よかった、本当に。そういうことか。あんたたちにも迷惑かけた。本当にすまねえ。妹のことはあんたらも大体知ってると思うけどな。両親はかつて先駆条約のメンバーだったけど、ある事件で二人とも死んだ。それからは食いぶちを稼ぐためにいろんな仕事をやってきた。全ては妹をちゃんと育てるためにな。でも彼女は何としても先駆条約に入りたかった。両親の意思を継ぐとかなんとか。けど俺に家族と呼べる人はもう一人しかいないんだ。彼女までなくしたら俺は本当に。だから俺は強く反対した。その流れで喧嘩して互いに連絡すら取らなくなった。でも正直、彼女が先駆条約に入ることを俺は誰よりも喜んでいた。カイシは俺と違う。明るくて強くて、どんな困難にもくじけない。そんな妹だから俺の誇りだって。今考えると彼女の夢を潰したのは誰でもなくこの俺なんだな。どんな理由でも彼女の意思を尊重すべきだな。ここは危ない。ひとまず外に出よう。妹さんも君を待っているんだ。行こう。シャキッと。リンヨウさん、漂白者さん。この子のおかげで私たちは無事犯罪者を捕獲できました。怪我はありませんか？カイジ。すまねえ、カイジ。辛い思いをさせて。感動の再会の最中悪いんだけど、ここは犯罪現場だし、話は城内に戻ってからにしよう。
行こう。つまり、カイシさんはチリンタランジュのせいで気を落としたと知ってチリンタランジュを殺そうとしたってこと？これらは全部あいつのせいだから、殺せばカイシは立ち上がれるだろうと思ったんだ。そんな中、チリンタランジュと何らかの関係を持つ野獣団の話を聞いて、だから俺はそうだ、それに俺は自分の勇気をカイシに見せたかった。こんな俺でもできるのならカイシもきっと前に進めるって。どうかな、俺は弱かった。チリンタランジュを見つけるどころか、奴らを前にしてただ怯えて震えることしかできなかった。俺はいつまでも臆病で無能だ。違うわ、そんなこと。少なくとも野獣団と手を組むということはしなかった。独善的で私利私欲にまみれて共食いすらも厭わない、それが獣の生き方。でも君は大事なもののために本能と弱点に抗いながら戦った。それは人だけに宿る品というもの。獣になり下がるのは呆れるほどに簡単なことだから、人の品を守るためにはそういう努力の積み重ねと諦めない勇気が必要だね。カイサイさん、君の勇気確かに見させてもらったよ。カイシさんも胸を張っていいんだ。そうか。うん、でもこんな無茶はもうやめて。ああ、約束する。でも今回は確かな収穫があった。チリンタランジュなんて最初からいなかったんだ。だからカイシ、もう怖がらなくていい。でもあの時の鈴の音は本当に。それこそ幻聴ってもんだろ。鈴の音を発する残像がいたっておかしくない。あの音ちゃんと聞こえました。間違えるはずがありません。チリンタランジュはいます。どうやらカイシさんの迷いはまだ晴れてないみたい。漂白者さん、リンヨさん、今日はひとまず戻るよ。あんたらにも迷惑かけた。しっかり休んで、あと明日の儀式ちゃんと来てね。は、なんでこんな時に。獅子舞頼んだはずだよね。ああ、それか。最初はチリンタランジュを調査するために注文したんだが、どうやら無駄のようだ。そういうことか。でもチリンタランジュの正体をつかめるチャンスかもしれないよ。そうか、じゃあ明日は妹と一緒に行くよ。絶対来てね、約束だよ。漂白者、まだまだ知りたいことがたくさんあると思うけど、ちょっと相談したいことがある。ついてきて。
ここからまっすぐ行けば劇場だね。君もさすがに何度か通ったことあると思うけど、せっかくだし少し回ってみようか。だな、僕も商売繁盛を祈ってるよ。ありがとな、リンヨ。たまにはこうやって戦うのもいいけど、やっぱり活気にあふれた昆虫城は落ち着くね。この生活がこれからも続いていけば。末永くお幸せにね。ありがとう、リンヨちゃん。関節の店はいつも大行列だし、挨拶はまた今度かな。心を込めた手作りだからね。そりゃ人気も出るわけさ。師匠がずっとあんたを探してて。しまった、師匠のことすっかり忘れてた。漂白者、君はここで海士さんのためになるようなものを探してほしい。僕もすぐ戻るから。早く早く、師匠に怒られちゃうよ。は、はい。行こう。歴史を感じる。の直前は特に厳しくてさ、最高の獅子舞をみんなに見せろって。それは獅子舞の起源から説明した方が良さそうだね。戦場から帰ってきた兵士たちの歌って踊る習慣が獅子舞の始まりなんだ。それから戦場に向かう時にも踊る戦舞となった。みんなに勇気を与え勝利を祈る舞だからね。そこからさらに時間を経て今のような儀式の一種として定着されたんだ。でもその芯は変わらないよ。恐怖をもしのぐ勇気を分け与え繁栄と幸福を祈る思いがね。僕の推測だけど、多分海士さんは襲撃されたショックで記憶が飛んじゃったんじゃないかな。でちょうど街を騒がしていたチリンタラン獣の怖い噂がその空白を埋めた。だから海斎さんのチリンタラン獣を殺せば妹も元に戻れるという考え自体は確かに一理あると思う。でもそれは根本的な解決策ではない。君も途中で聞いたはずだよ。チリンタラン獣には違う名前がたっくさんある。たとえ今回は倒されてもまたトコンカタン獣が来るだろう。本当に必要なことはチリンタラン獣を倒すことではなく、どんな獣でも倒せるという勇気を身に宿すこと。だから獅子舞の芯である勇気を持って海士さんの恐怖を取り除こうと思うんだ。前にも言ったよね、今の獅子舞はいろんな表現ができるって。それは
人によって異なる意味を与えられるということでもあるんだ。そのためにはカイシさんの恐怖を直接取り除けるような何かを探さないと。じゃあ早速準備しなくちゃ。明日の獅子舞、君も絶対に来てね。行こう。漂白者さん、あんたも来たか。こんなに大規模なのは久々だ。ワクワクしてきたな。漂白者さん、林陽さんの言ったチリンタランジュの秘密ってのは何だと思う？おお、もうすぐ始まりそうだ。で襲われた時、私は鈴の音を聞きました。その時は何も考えられなくて、ただひたすら逃げてしまいました。加えてちょうどその頃街中で噂になっていたのもあって、自分を襲ったのはチリンタランジュだとは固くなに信じ込んでしまったのです。でも今日はあなたの獅子舞を見てようやく思い出しました。これがあの時聞いた音に違いありません。私は鈴の音に助けられたのですね。私をずっと追っていたあの鈴の音は私を危険から遠ざけてくれました。そして今日はたくさんの勇気を私に与えてくれました。僕は獅子舞を見てくれた人に何かを与えたいって思ってるんだ。だから君が勇気をもらえたと感じたのなら僕もすごく嬉しい。はい、素晴らしい獅子舞でした。
これからも私は先駆条約の仕事を続けたいと思います。よかった、開始開始。お前が先駆条約のメンバーになれたことは俺の誇りだ。これからも頑張ってくれよ。あとはすぐに怒る癖さえ何とかすれば。私がすぐ怒るのは、兄さんはいつも何も教えてくれないから。どんなことでも自分で何とかしようとするから。チリンタランジュを殺そうとする計画も、そういうのこれからは一切禁止ですからね。分かった分かったから、とにかく落ち着いて、お詫びに何かをおごるよ。いい屋台を知ってるよ、広場のあそこにある。じゃ寄ってみようか、行こう開始。どう、すごいでしょう。君が認めてくれるなら、頑張った甲斐があったな。それと今回の件も、漂白者、君のおかげだ。君がいなければ僕の手に負えなかったかもしれない。問題か、そうだな、場所を変えようか。聞いてくれ。これはどこから話せばいいのかな。漂白者、もしもの話だけどね、この世界で共鳴を果たした人間がいれば、同じく共鳴で力を得た獣だっていてもおかしくないよね。自分の感情を制御できない共鳴者はオーバークロックを免れない。欲望に忠実な獣たちはそれに当てはまる。それで異能力を得た獣たちは長い年月の中で次々と絶滅した。力との共存を図る獣はほとんどいなかったけど、ごくわずかな成功者もいた。シリンタランジュもその一匹。でも遥か昔、チリンタランジュにはちゃんとした名前があった。それはサンゲイ。深い森の中に潜んでいて、人と全く交流しない生き物だった。でも無音区が大量発生した時、彼らもついに居場所をなくした。生き残るために人類の領地にやむを得ず踏み入れたサンゲイたち。彼らは怖い外見と桁外れな異能力、加えて強い野性を持っている。人類はそんなサンゲイと対抗し、結果多大な犠牲を払った。そのため鳥獣として畏怖された。古書に書いてあったんだ。彼らは光なき森の四月のガジュマルに住んでたみたい。それにサンゲイはすでに絶滅しかけたという説もある。たとえいるとしても数匹しかいないだろう。でも考古学者からこんな話を聞いたんだ。サンゲイは人類になりたかったんだって。まずは人を怖がらせないために
笑える名前が必要だと考えた。チリントランジュみたいな。それから無駄な体毛や凶悪な爪をなくし、二足歩行のために骨格を自ら矯正し、やっと普通に立てる体を手に入れた。もしかして人の行事に惹かれたから、同族がいなくなったこの世界で孤独に打ちひしがれたせいか。それとも人が災いに抗う勇気を認めたからか。だから戦友として居場所を奪おうとする悲鳴を打つために一緒に戦いたかった。あるいはただ人の食に憧れてうまいものを食べたかっただけ。いずれにしても結局彼は人間にはなれなかった。人になるためには人という生き物の本質を見極めなければいけない。おそらく心かな。それから彼は外見へのこだわりを捨てた。なり損ないの姿で人に触れて、人を助けて、ひょっとしたら森で迷ってた少女を一人助けたなんてこともあるかもしれないね。結局彼は何なのかな。漂白者、君の目には人に見えるかい？三十には人とか獣とかもう関係ない。彼は彼なりにちゃんと生きてるから。人の顔をする獣がいるなら、獣の姿をした人がいてもおかしくないからね。自分の道を進めばきっと大丈夫。昔の人から教わった大切なこと、それがこれからも自分のやり方でみんなに伝わっていく。それでいいと思うんだ。ああ、それとお礼と言ってもなんだけど、この鈴君にあげるよ。本当にありがとう、漂白者。次の獅子舞の下準備をしなくちゃいけないって師匠に呼ばれてる。今度も僕の獅子舞見に来てね。また一緒にご飯食べよう。あとさっきの鈴お守りにしてね。この先も輝かしい未来がありますように。